クジャクダンスタイルでいきましょう。絶対に誰もやってないコスプレ対決。よう分からんけど。ってことで、絶対誰もやったことないやろっていうコスプレをお互いやって、負けた方罰ゲームということで。え、そんなんの？ようあるやん、なんか、なんやろ、ようあんの、なんか分からんけど、ドラえもんとか絶対やってるやつおるやん。絶対これ誰もやったことないやろっていうやつですよ。なるほど。じゃあ田中さんから、はい、先行ということで、3、2、1、標識ってことですね。そうっす。わかりました。はい。3、2、1。何これ。生ハム。は？生ハム。生ハムっす。どういうこと。なあ、ハムなんこのあれが、そうそう、コンセプトが生ハム、うん、これ誰もやってない。あ、やらんな、こんな。田中さん負けっていうこと。なんでやねん。俺だっていっぱい用意したよ。お前なんか田中罰ゲーム。なんでやねん。お前だってあれやん、コスプレしたまま松屋で牛丼食べよう。いや、コスプレ衣装や。また松屋。もう何でもええし食え。とりあえず松屋罰ゲーム。さあ、田中さんは負けたんで、一応ね、標識のコスプレで入ってくると思うんですけど、一応標識一旦停止のコスプレで見えるかな、みんな。田中いるでしょ。はい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 、入ってきました、入ってきました。また注文して待ってる状態だと思います。恥ずかしくない、そんなんつけて真っ白の服着て。一旦停止の意味もわからんし、一方通行にしたかったら、どっちでもええな。よいしょ。めっちゃ生姜乗せるやん。やばいやん、味覚もやばいし、恥ずかしい。店員さんもチラチラ見てたし、すごい恥ずかしいよ。ま、じゃあいただきます。おお。でもなんで罰ゲームでよ、分からん。お前の負けやろ、どう見ても今日は。な、食い方も汚いし、恥ずかしい。ちょっと待って。恥ずかしくないよ、お前。ちょっと待ってくれ。何やねん、もう。何？カセ。何やねん。いや、お前の方が恥ずかしいやろ。はぁ、あ、何？お前の方が恥ずかしいって何やねん。お前も食うんか。何やねん。こっちいちいち。いや、お前は便に乗せへんのか。チャンネル登録よろしく。